やっほー、今日は妊娠する前以来の、美容デーに行ってきたいと思います。何年ぶりでしょうかそういうね、美容クリニックに、もうずっと行ってなかったので、もうね、出産をして仕事も頑張って自分に、ご褒美ということで、今日は、六本木にあるアートラウンジ、クリニックというところに行ってきたいと思います。そして念願のですね、私の中学の時にいたずらしたこの子たちをやっとね、消すことも今日はできるので、授乳中でもこのぐらいの大きさなら大丈夫だよって言ってくださっていて、なのでタトゥー除去しているところも皆さんにお見せできるかなと思います。めっちゃ楽しみ。そしてこうインターナショナルにね、対応ができるということで、アンディも一緒に受けに行きたいなと思っていて、とりあえずそんな感じで今日はすごく楽しみな日です。では皆さん、 Keep watching。楽しみ。すごいな、アート。ここですよね。こうなりたいなっていうことですよね。もし例えば、ハイフってやっぱりこの足し算引き算でいうと引き算引き締めの方なので、よく皆さんに申し上げるのが、髪の毛をポニーテールでちょっとこう縛ったぐらいのセットアップっていうのがありますので、気持ちこんな感じだと思います。高密度焦点式超音波って言って、熱で、超音波で熱でこう点でね、加えていくんですけど、そのステーキを焼いてキュッとこう縮むとかって聞いたことあります？そんなイメージなんですけど、結局コラーゲンに熱を加えて引き締める、で引き締めたことによってさらにそこからまた新しいコラーゲンが作り出されるので、5時間その引き締め効果、引き上がり効果、リフトアップ効果としてはだいたい1、2ヶ月後ぐらいからご実感いただけると思いますので、でちょっと上がると、ここが上がると、ほうれい線がちょっと引き締まります、上がりますよね、こういうのも実感できるかなと思います。楽しみにしてます。これは私が13、4歳の時に自分で揺れちゃってる。そうなんですね。でこことここですね、これこっちはちょっと薄いから、例えばこっちは1回で結構気にならなくなるぐらいまで少なるかもしれないですけど、こっちはちょっと2回3回とか、こっちよりも回数がプラスされることがあります。わかりました。大丈夫です、はい、じゃあこれもやらせていただきますね。Thank you.
このボリュームも選択と思います。うん、楽しみで、ここはちょっとやっぱり減らします。はい、でチップトップがね、うん、上がるとはい、ほうれい線もちょっと、ねうん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 、目立たなくなるので、そんなイメージでいきます、ね。はい、お願いします。めっちゃすごい立体感出ましたね、うん、もうお顔もすごく引き締まり出ましたね、ね、そして全然違う、うん、いいですね、一回ニコーって笑ってきた、高さが全然違う。リアちゃん見て、マミね、マミも不思議になっちゃった。すごいわ。ここら辺もしっかり入れて、引き締まるとちょっとこんな感じでチークトップが上がるはずなので、うんうん、少し薄まると思う。へえ。やってらっしゃるところ。Indents right here too. So this side is more deeper. So, ちょっと差をつけて照射します、ね。はい、お願いします。チークトップ上がってるし、あ、すごい。 でここ の, あの明らかにラインもうすっきりしてるし、ここもう位置がね違うからすごいすごいいいですね。で痛みもなかったらすごいね、うん、いいですよね。すごい、your face is really like、なんて言えばいいんだろう。Look really like healthy now. Yeah, yeah, yeah. More. すごい。Yeah, I can see. このline, the line is like a little bit gone. Yeah, yeah, yeah. すごい。ね。うん。いや、これいいですね。なんか撮影前とかすごい。そうそう、これ撮影前。ね、うん、あとはハイフとハイフって3ヶ月最低開けていただくんですけど、うんはい、これだったらそのハイフとハイフの間にできる。ああ、そうなんですね。すごい、めちゃくちゃ張りがすごい、うん、また何かありがとうございました。頑張りました。
がとうございました。どうも失礼します。どうも決まります。はい、アートラウンジクリニックに行ってから、1週間ちょっと経ったので、そのタトゥーの感じがどうなったとか、 お肌の感じとかっていうのを、1週間後のレビューとしてお伝えしていきたいなと思います。もうとにかく見てもらったようにこうハリツヤとかあとリフトアップっていうのはすごい体感していて、あのハイフの方の効果っていうのは 1,2 ヶ月後からなんだけど、あの日ねこうやってもらってからやっぱ肌の調子はとにかくすごくいいです。で、あの肌ツヤというかなんていうの、血行がもう良くなって、なんかすごい健康的、あのすっぴんの肌もすごいこうヘルシー。リフトアップっていうところに関してはまあその 1,2 ヶ月後どうなるのかすごい楽しみなんだけど、まあ本当やってもらった後直後としてはすごい肌の調子はめちゃくちゃいいなって感じです。そして気になるのはこっちかなと思います。タトゥーの方は、薄くなりました。めちゃくちゃ薄いと、こっちがもともとこう自分でこれまで自分でやっちゃったやつなので、ちょうど色の比べとしては分かると思うんだけど、こんな感じで、ね、めちゃくちゃ薄くなってます。差は分かるよね。超薄くなってる。あとここもほらめっちゃ薄い、めっちゃ薄まってる。で、こう変に水ぶくれになったりとかすごい痛みがあったりとかしたわけでも全くなく、やってもらってから3日目ぐらいからもう結構こう指はすごい使うから、ガーゼとか与えられなくなってきちゃって取ってました。でも何にも今そういうこうかぶれたりとかっていうのも全くなし。でこっちはこっちでちょっと跡見えるかな、ガーゼを貼っていたシールが逆にかぶれちゃってこうやって赤くなっちゃったりとかしちゃったので、まあ 3,4 日でガーゼは取りました。でもこっちも何も問題なく今落ち着いてる状態です。なのでこのぐらい本当に薄くなってくれたので、あと1回やればいいのかなって思っています。1回でもこんなに薄くなってくれたから、こういうの取りたいなっていう人がいたらなんかめちゃくちゃおすすめです。まあ、もちろん痛い、もちろん痛かったけど、あの価値はある。でこのタトゥーとかに関しては本当に、まあ、自分がね十何年前若い時に自分がやりたいと思ってやったことだったので後悔はしてないです。ただまあもう消すかっていう感じでここ数年ね消したいなと思っていたっていう感じで、やっとねできたので本当に本当に嬉しかったです。なのでまたこれもしやる時があればまたあのビデオ撮っていきたいなって思っています。で先生もすごいもう本当に気さくな方で、もう会った瞬間にもうお子さんの話したりとか、なんかこうビデオ見てよって言ってくださったりとか、なんかやっぱママさん3人のママさんなのでね、もう働くママさん見てくださってる方も多いと思う。なんかそういうママさんたちも自分のセルフケアとして自分にご褒美を与えてあげたい時にぜひぜひおすすめだなってすごく感じるし、やっぱママさんだからこそ分かることってあると思うの。だからそういうクリニックの先生、院長さんがママさんっていうのってすごい安心材料になるんじゃないかなと思うし、すごい素敵な方だったので、皆さんも気になる方いたらね、ぜひ行ってみてください。お子さんがいる方でも、あのお子さん見てくれる方がいれば連れて行ってもね大丈夫だっていうことで、ママにとっても素敵な時間になると思います。クリニックの情報は下に概要欄に貼っておくので、皆さん気になる方はぜひねチェックしてみてください。では次のビデオもお楽しみに。じゃあねー。